写真を始めたきっかけは高校の部活でした。暗室に入り因果紙に像が浮かんでくることにとても感動して将来の仕事にしたいとそこで決めました。10年前の私の住んでいる仙台は東日本大震災により大きな被害がありました。10年経っても今まだ自宅に戻れない方々もいます。そんな中自分の生まれたところで力強く生きる人々のリアルな姿を残したいと思っていました。ここの神社は1200年の歴史のある伝統のある神社ですね。私が一番に思うのは被写体になってくださった方が撮ってもらって良かったと思うような写真を撮りたいっていうのが一番のところですね。これは綺麗な写真ですね。みんなで仲良くしてて笑顔が素敵ですね。それは私のメッセージではなく、その方たちが共に一緒に暮らしている家族だったりコミュニティだったり、お互いのことを尊重し合って生きている人たちの姿がそこに表現してるつもりでいるので、そこを感じ取っていただければ嬉しいです。